日満議定書は1932年9月15日に大日本帝国と満州国の間で調印された議定書である。日本側全権は武藤信義陸軍大将満州国側は帝国諸国務総理。この議定書では満州国における日本軍の中屯が明記され、また不義付属文書において満州国国防の関東軍、日本軍への委任が取り決められた。 議定書の調印によって、下記の事項が取り決められた。また同時に補足条約とも言える書簡の交換も行っている。この議定書で交わされた役場は、主にの3点である。過去に交わされた下記の文書について、引き続き行使すること。1.1932年3月10日に、満州国執政から送付され、5月10日に、 関東軍司令官から回答された所管の件2.1932年8月7日に、満州国国務総理と関東軍司令官との間で、交わされた、満州国政府の鉄道、港湾、水路、航空路等の管理並びに2000路の敷設管理に、関する協約とそれに基づく付属協定3.1932年8月7日に、満州国国務総理と関東軍司令官との間で、交わされた、 航空会社設立に関する協定4.1932年9月9日に満州国国務総理と関東軍司令官との間で交わされた国防上必要な工業権の設定に関する協定日本は満州国が住民の意思で成立した独立の国家であることを確認した。また満州国はこれまで中華民国が諸外国と結んでいた条約 協定を可能な限り満州国にも適用することを宣言した。そのため日本政府と満州国政府は日満両国の良い隣人としての関係をより強め、お互いにその領土権を尊重し、東洋の平和を確保しようと次のように協定する。満州国は満州国領域内で将来日満両国間で個別の条約を締結しない限り、 従来日本国と日本国民が中華民国との間で締結した条約、協定、その他の取り決めや講使の契約によって得ていたすべての権利利益を認め、これを尊重する。日本国と満州国の一方の領土や治安に対する脅威は同時にも一方の平穏に対する脅威であるという事実を認識し、両国は共同で国家の防衛に当たるべきであることを約束する。 このため、日本軍は満州国内に駐屯することとする。本議定書は署名の日から効力を生じる。本議定書は日本語文、中国語文で二通作成し、日本語文と中国語文とで解釈が異なる場合には、日本語文の文面で解釈することとする。以上の証拠として、次の名のものは、各本国政府から正当な委任を受けて、本議定書に署名調印する。 昭和7年9月15日すなわち、大道元年9月15日新境において、これを作成する。日本国特命全権大使、武藤信義満州国国務総理、提交書。ありがとうございます。